マイチャボトさん。マイチャボトさん。はい。紅麹タプリを伺います、はい。先ほど対策会議で回収状況や、症状の特徴などを報告されましたけども、はい、メディアに公開なんていうかも結構長い時間、会議されてましたけども、その部分を含めて、報告を聞いての所感をお願いします。はい、第2回ということで、紅麹関連商品のですね、対策の状況について確認をしました。皆様にも資料をお配りした通り、今の回収状況と、そして健康被害の状況について、確認するとともに、一定のその健康被害の状況をからですね、少しこう特徴というか、傾向を今、議論してまして、この辺も合わせて厚労省と共有した上で原因究明に向かうということを確認しました。可能な限り早く原因を特定してですね、していくということが重要だと思いますので、引き続き厚労省と、情報共有しながら原因究明に当たりたいと思います。確認なんですけれども、はい、今健康被害の状況から傾向を議論して原因究明に向かうというようなお話がありましたけれども、私たちが聞いているところの後に、そういった傾向からいろんなちょっと非公開の部分を議論されて原因究明に向かうというふうにされています。非公開の部分は何か少しこう皆さんにお伝えしたまとめの部分を、詳しくもう少しだけ詳しく確認したというところです。非公開にしているところはやっぱり数字やですね、傾向に関して、数字やその情報が少し誤った形で伝わっては後々これ非常にこうセンシティブで、重大な事案ですから、間違った形で情報が伝わらないようにという思いで非公開に、厚労省と協議の上非公開にしていますが、おおむねの傾向のところについては公開の部分で皆さんにお伝えしていると。何かそこから生じて全然別の方向性とか違う議論をしたということではありません。ありがとうございます。少し何というか事務的にもいろいろ確認しておきたいことがありましたので、その点はちょっと私も個人的にいろいろ確認しました、はい。次の質問をお受けします。NHK の長岡です。はい、会議についてお伺いします。はい、資料の中で小林テープの大阪工場を19日に追加で立ち入り調査センターを行ったということでしたけれども、これはどういう経緯で行われたものなのか、どういったことを目的に行われたものなのかお伺いしたいでしょうか。はい、追加でですね、調査に行ったということは記載してるんですが、その調査の趣旨や概要についてですね、記載はちょっと控えておりまして、難しいんですが、これ今原因物質の特定をやってます。でこの中でちょっと情報が正しく伝わらないと、原因を特定したかのような発信になってしまってはですね、結果的に原因特定に少し遠回りになりかねないので、言ったということは事実なんですが、その何を持って立ち入って何を持って帰ってきたかということについては、調査結果が出揃った時点でしっかり公表はしていきたいと思います。すみません。もう一回、外部観察の委員はいつ頃設置しますか。はい、設置することはもう決めてるんですが、専門家でも事務的にも調整は進めてますが、内容が複装してはいけないので、先ほど申し上げた、入札と監視委員会並びに、要は他の調査機関も今並行して進められていますから、それらの調査結果報告を受けて合わせて設置したいと思っています。設置自体はもう決定して事務的な調整を始めているところです。次の質問をお受けします。毎日新聞の長沼と申します。はい、紅麹の対策本部会議の件に戻ります。はい、その回収状況について、25日時点の数字が今日明らかになりました。この数字についての所感を教えてください。はい、少し、103万個ですかね、86万個から103万個になったのは、インターネット販売等の流通分を含めると103万個ということで、僕は日々毎日報告は受けてまして、1万個から1万5000個程度毎日更新をされているところと認識はしています。ただ少しこの間も申し上げてきましたが、103万個というのは
いわゆる2021年製造分からの個数であって、原始的な回収目標を103万個に置くことはちょっとだいぶ非現実的な数値です。ちょっと今日事務的にも共有したんですが、そのいわゆるこうどれぐらいの回収をめどとしているのかっていうのは、これ法人側も持ってるとは思いますので、まあ、法人や国の方とも共有した上で、現実的な回収の、まあ、めどというかボリュームっていうのは中で共有した方がいいのではないかなという問題提起をしました。じゃないと103万個に比して 8.6 万個だと全然回収が進んでなくて、なんか被害がまたどんどん広がっていくような印象も受けかねないと思いますので、一番はもう接種を控えてくださいというメッセージを再三出しているんですが、その回収の、まあ、もう少し具体的なスキームというか戦略の部分は持っておきたいなと思いました。はい、確認ですけれども、うん、その全体の、うち回収できるメドだったり、まあ、時期、まあ、その全体像というのは今はじゃまだ決まってはないというそうですね。小林製薬は何か公表してるんですかね。数字は公表してないんですよね。どこまで公表できるかはちょっと事務的に調整の上になりますが、関係者間で調整して、いわゆる回収の現実的なこうメドというかスキームというか内訳というか、この辺は出していけたらなというふうには今思っています。最後に今の話に関連しますけれども、はい、今その回収が、まあ、難航しているという見方もありますけれども、まあ、そういったところの、まあ、大きな要因というのはどういうふうに考えていらっしゃいますか。はい、小林製薬の方はいわゆるこう流通している分と、まあ、販売はされてないけど流通している分とか消費者に渡ってしまっている分とかいうのは大きくは把握はしていると思われますので、この辺の数値をちょっと再度把握したいなと私自身思ってます。で、回収に関して今時点で当初よりこう難航しているというふうにはちょっと認識はしてなくて、適切に回収が進んでいるというふうには思ってますが、どうしても数字上103万個っていうのが全体に流通量としてあるので、重ねてになりますが、これ2021年から販売分ですし、もう特にそのいわゆる消費期限が切れてるものも多分たくさんありますので、現実的な数値というのを共有しないと少しね、やっぱり回収が大幅に滞っているのではないかというふうに見られますので、この点ちょっと整理したいと思います。ありがとうございます。はい、外部監査チームは、まあ、何人ぐらいで構成しようというふうに考えておられる。いや、人数も含めてちょっと事務的にまた調整していきたいと思います。最後に全然関係なくて、デニコージの話なんですけど、かねてから本社への立ち入りということは選択肢に排除されてないかと思うんですが、はいはい、まあ、これ現状そのいつぐらいに、まあ立ち入りをするとかって、まあ、決まっていることがあればちょっと教えていただけますでしょうか。はい、直ちに本社への立ち入りを今時点で日程調整しているということはありません、ね、ただ回収、製品の回収とあと原因究明ですね、ここは力を入れていくとともに並行して法人側の発見というかその健康被害情報の通報から、公的機関への相談までのタイムラグが適正だったのかどうかというところは並行して聞き取りと調査を進めてますので、この点は合わせて、法人側とは十分相談の上対応していきたいと思いますし、ただ法人側の方で会議体立ち上げて今後のガバナンスについて、対応していくということですので、まあ、こういった協議結果も見ながら厚労省と協議の上対応していきたいと思います。はい、はい、他にございますでしょうか。読売テレビの平田と申します。はい、少し被るところだけ恐縮なんですけれども、はい、今後原因究明、便工事の件です。原因究明の方が重要になってくるというお話がありましたけれども、国と大阪の住み分けの部分というのはもう少しお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、国の方はですね、特に原料ロットを中心として、何かこう異なるピークがあるかどうかというチェックをしていきます。大阪府市の方は大阪健康安全基盤研究所の方で、いわゆる製品ロットを中心として、検査をしていくことになるかと思いますので、少しアプローチが異なります。これは当然役割分担を共に共有した上で対応を進めています。それぞれで、検査をしてちょっとピーク値を見ながら、会議体でもちょっとご説明しましたが、僕は全然知識がなかったので、何かこうサンプルをボコンと割って検査したら
あの異常な物質がパパッと出てくるもんかなと、あのちょっと勝手に思ってしまってたところがあるんですけど、もちろんそんな簡単な話ではなくて、あのピークのこの山から物質を特定していくっていう、まあ、非常にあの大変な作業になるかと思いますので、この点は、まあ、原料ロットと製造ロットという製品ロットという住み分けのもとで、それぞれの手法を生かして調査をしていきたいと思います。ありがとうございます。はい。